ドラマティックなアーティストたち第2回ワールドカップ、最終日の今日は種目別の演技をご覧いただいています。3種目目のクラブの演技、すでに個人総合で優勝しているイグナトバ選手、全種目制覇をいたしますでしょうか。そしてそれを阻むのは誰か。ご覧いただいておりますのはソビエトのタチアナ・ドルチニーナ選手、現在持ち点で3位につけています。では3位に入っているドルチニーナ選手、さあこのクラブではどうでしょうか。ゲストの山崎ひろこさん、はい、若手に注目したいとおっしゃってましたけれども、はい、どうですか。そして有森さんはどのようにご覧になってますか。はい、そうですね、さすが選び抜かれた選手たちばかりですね、本当にコーツつけられないぐらいに素晴らしい演技が繰り広げられているんですけれども、有森さん、初めて生でご覧になったということなんですけれども、はい、いかがですか。そうですね、舞台とかテレビっていうのはお客様が自分の前にいたりとかカメラが自分の位置にあってね、はい、さてご覧いただいておりますのはコンピュータグラフィックで選手の動きを表したものなんですが、ビューティフルストロボと呼んで私たちテレビ朝日が開発したものです。これご覧になっていかがですか。長谷川さん、フロア全面をよく使っています。赤がスタート点です。そして今動いておりますところが、スローでご覧いただいているポイントです。ドルチニーナ選手の得点が 9.950 と出ました。これで合計得点 19.850 です。